フラッサーは、アメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は、チャールズ・ W ・フラッサーにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。フラッサーは1919 19年7月21日に、マサチューセッツ州スカンタムのベスレヘム造船で寄港した。1919 19年11月7日に、モード・ F ・ウィリアムズ夫人によって、命名、浸水し、 1920年2月25日に、艦長、RS ギャロウェイ中佐の指揮下収益した。フラッサーの最初の現役任務は、キーウェストを拠点として1920年5月9日から6月17日まで行われたメキシコ水域でのパトロールであった。その後東海岸沿い及び、カリブ海で広範囲訓練を行い、1924年6月18日に、ロードアイランド州、 ニューポートを出港、アメリカ海軍ヨーロッパ派遣部隊と共に巡航を行い、15カ国の港を訪問し、1925年7月16日にニューヨークに帰還した。東海岸及びカリブ海での任務を再開したフラッサーは、駆逐艦戦術の開発支援及び予備役兵の訓練巡航に従事し、1930年5月1日に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアで退役した。フラッサーはロンドン海軍軍縮条約に基づき1931年1月17日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。